こんにちは、豊田です。今回はワードプレスのインストール、 X サーバーにワードプレスをインストール方法を解説します。またワードプレスの簡単な初期設定も解説します。まずは X サーバーのサーバーパネルへログインします。サーバーパネルにはサーバー ID とサーバーパネルパスワードを入力してログインします。はい、ワードプレスの簡単インストール。サーバーパネルにログインしたら、左下にワードプレスの簡単インストールというところがありますので、こちらをクリックします。するとドメイン名が表示されるので、今回ワードプレスをインストールしたいドメイン名を選択します。ワードプレスの簡単インストール画面になりました。この右側ですね、タブが2つあって、インストール済みのワードプレス一覧とワードプレスインストールというのがあるので、右側のタブ、こちらをクリックします。はい、次は必要事項の入力です。必要事項はざーっと入力するものがあるんですけども、一つ一つ見ていきましょう。まずサイト URL というところはそのままで OK です。入力はなしで、ブログ名は変更できるので仮の名前で OK です。まあ何でもいいですね。3番目、ユーザー名はブログのログイン ID になるものなので、好きなものを決めておきましょう。ユーザー名は自分の好きなユーザー名を決めておきます。パスワードも同じくですね。ブログにログインするときにログイン ID とパスワード入れるんですけども、そのパスワードになるので覚えやすいものがいいんじゃないでしょうか。5番目のメールアドレスは今使用中のアドレスを設定しておいてください。6番目、キャッシュ自動削除というところはオンのままで OK です。7番目、データベース、自動でデータベースを生成するにチェックが入っていれば OK です。はい、次メモなんですけども、今必要事項を入力して画面進めると、このように ID とかパスワード、あと MySQL データベースとかいろんな情報が出てくるんですが、まあ、こういったものはメモに控えておきましょう。パソコンのメモでもいいし、ノートのメモでも大丈夫です。ここまでいったら OK ですね。もうすでにインストールができていると。でインストールできたのでログインをしてみます。でワードプレスにログインするときは、例えば私のブログの場合は http://toyodablog.com、 ここドメインですね。でスラッシュで後ろに wp-admin と、これを入力してログインすればワードプレスのログイン画面になります。こんな感じですね。このドメインのところが人それぞれ違うよっていうだけですね。ここにドメイン名、あなたのドメイン名を入れてログインしてみましょう。ただしインストール後は数時間から1日程度経過しないと設定が完了してない場合があり、表示されないこともあります。この場合は再度時間を置いてチェックしてみてください。まずはこのアドレスですね、自分のログインしてみましょう。はい、インストールできたので、まずやっておきたい初期設定を案内します。ここからはワードプレスにログインする URL を HTTP から HTTPS に変更する、リダイレクト設定、パーマリンクの設定と進みます。初めての場合、用語が何だか分かんなくても、まあ分かんないままでも大丈夫です。淡々と設定をしていきましょう。まずはログインと HTTPS の設定です。先ほど説明したように、ワードプレスのログイン画面にアクセスして、自分のユーザー名またはメールアドレスとパスワードを入力してログインをしましょう。ログインするとワードプレスのダッシュボードと言われる画面が開きます。画面の見方としては、左側にメニューが並んでいます。右側はそのメニューの詳細なんですけども、まあ、まずは左側にメニューがあるよってことを理解してください。
その中の設定、それから一般っていうところに進みます。そこに進むと右側にあなたのワードプレスの名前とかキャッチフレーズとか、アドレスが出てくるので、ここでやることはワードプレスのアドレスといったところ、 https://ここがもともと S っていうのはついてないんですね。 http で止まってます。なのでここを https とつけてください。サイトアドレスも同じくです。 https 小文字の S をつけてください。そしたら変更を保存すれば OK です。忘れずに変更を保存してください。はい、次にリダイレクト設定です。 X サーバーのサーバーパネルにログインしてください。 X サーバーのサーバーパネルにログインしたらこちらです。 .htaccess 編集というところですね。まあ、ちょっと聞き慣れないと難しそうに見えるんですけど、まあ、ここをクリックしてください。で、.htaccess 編集の右側のタブ、.htaccess 編集というところをクリックしてください。で、もともと、こんな形で、文字列が入力されていると思います。文字列、ちょっと違う、あなたのと私のは違うかもしれませんが、文字列が入力されているはずです。今回は、この文字列の上に、コピペをしてもらいます。で、注意点なんですけど、もしこのコードをなんかこう間違って消してしまったりとか、変な文字列入れてしまうとブログが正しく表示されないことがあるので、まず最初にこれコピーしておきましょう。コピーしてメモさえしとけば、もし失敗してもまた貼り付けて設定すれば元に戻りますので、まあそういった意味でもこれをメモしておくといいでしょう。メモというかコピーしておくといいですね。で、貼り付けるのがこちらになります。ブログの記事にも書いてありますが、この文字列を先ほどの文字列の上に貼り付けます。この文字列を先ほど初めから入っていた文字列の上に貼り付けます。貼り付けたら確認画面に進み、確定を押しましょう。リダイレクト設定はこれで OK です。最後にパーマリンク設定。ワードプレスにログインして、左側に設定というのがあって、設定の中に直接パーマリンク設定というのがありますね。パーマリンク設定、こちらをクリックしてください。パーマリンク設定というのは記事ごとの URL の設定だと思ってください。記事ごとの URL ですね。で、ここでは使いやすいように一番下のカスタム構造というところにチェックをして、空欄にポストネーム、下に選ぶものもありますね。ポストネーム、これを入れてセットしておけば、記事の URL を自分で、ここのローマ字を自分で決めれるようになります。まあ、その他にも基本設定とか、日付と投稿名を勝手につけてくれたりとか、月と投稿名とかあるんですけども、まあ自分でここはローマ字で入力、もしくは英語で入力するのがいいと思いますので、カスタム構造の URL ポストネームっていうのをつけて変更を保存してください。で、記事を投稿した後にパーマリンクを自分で設定して投稿することができます。はい、今回のまとめです。 X サーバーにワードプレスをインストールする。サーバーパネルからログインして必要事項を入力してワードプレスのインストールを完了。 http://○○○○ この○○○○にあなたのドメインを入れて、ブログの管理画面へログインできるようになります。そこまでいったらワードプレスで初期設定をしておきましょう。 http から https に変更すること、
それからリダイレクト設定をしていきましょう。これはサーバーパネルの中で行いました。最後にワードプレス側でパーマリング設定。ここまででワードプレスのインストール初期設定は完了です。お疲れ様でした。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。